今日の動画はね、またね、あれですね、杉江京さんのね、この鉢にね、この、乙女心とかね、これまあ2つありますからね、片っぽに乙女心を植えて、まあこっちにね、ちょっとまた違うやつをね、植えていこうかなというふうに思ってます。こういうね、穴が2つで、こっち側だけ開いてるよね。こっちはこう、塞いでるような感じだけどね、こういうやつです。で、高さのあるやつをね、こっち側に植えて、こっちちょっと低いやつにしようかなと思うんですね。あんまり鉢が大きくないけんな。これが A の25ですけどね。あ、けど大方入るか。ね、入るかもしれませんね、これね。もう完全にこれちょっとね、植え替え時期が来てるんで、これと見てください。こう枯れてますからね。こういうふうにね。だからちょっと植え替えしながら、ちょっとね、これを考えていこうかなというふうに思ってます。さあさあ、どうなるかね。ちょっとやってみますかね。まずこっちやな。鉢の高さがあるけんね。だから、ちょっと、植える苗もね、高さがちょっと欲しい。そういう感じやな。ハサミが当たった。こうありますけど、まあさっき言ったよね。ここがもう折れちょんかな。なんか折れた感じです。あ、もう取れた。これね。これがこうあって、これがもうここからダメですね。切りましょうかね。この気根の部分で吸ってるのかもしれんね。これがね。あともうちょっとね、もう古くなっちゃうけどな。まあちょっともう植え替えを兼ねて、ていきましょう。あんまりまたね、土落としすぎるとね、この間みたいにね、苗がね、ひっくり返ったりしますからね。少し土をね、残しますかね。これを全部ちょっとこの中に入れるのは難しいやろうな。これはもうあんまり良くないけん。これはもう外しますかね、ここはね。違うやつにしましょう。これはね。どうやろう。片っぽだけかな。こう二つありますからね。こうやろう。入らんこともねえな。入らんこともねえが。さあ、どうしたもんやろうね。一個で行くか。一個でね。一個で行ってみましょう、これね。込んだらけ、ね、一つの、茎から 1,2,3,4,5,6個ぐらいね、こういうの出てますんで、こういうやつを植えるとなんかいい感じに、ね、なるような気がしますね。なかなか良くないですか、なかなかね。でこっちはちょっと、こっち高さ出してるの、こっちはねちょっと低め、そういう感じでね、植えていこうかなと思います。どういう風にするがいいかな。どういう風にするがいいか。まずこれ。そして、内側にはね、まあ、ちょっといろいろこう切ってきたんやけど、こう、ジョイスタロックとかね、こうオレンジドリームとか、こういうベニチゴね、とか、セダムがね、パリダムかな、ポロポロっとこうあったんで、こういったやつを植えようかなと思いますけどね。ああ、そっか。高さがそう出なさすぎるか。そうやな。ちょっと考えなきゃ難しいね。どれがいいかね。はい。どういうふうにしようかな。いつもね、やりながら考えるね。最初にきっちり計画しとくといいんやろうけどね。いつもなんかやりながら考えるもんやけんな。バータリー。バータリー感が強いです。よし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 。そしたらは、これ多分またね、乾燥しやすいやろうから、土は、配合をやめてね、ちょっとこっちの、観葉植物用の土とか結構いってみましょうかね。ね、こういうやつの方が結構ね、
水持ちがいいので、よいしょ。向きも考えねえとな、向きもな。こんな感じ。これはちょっとね、あえて少し深植えにしましょうかね。あんまり水がこう入らんから、ちょっといつもあれですね、こうウォータースペースを作ってないけど、これはあえて作ろうかな。それのがなんか水やりがこうしやすいような気がします。これのがね、ちょっと中にはこういうふうに観葉植物用の土やけど、上からちょっとね、これちょっと土がほかほかしてるから、あれですね、表面には、ボラとね、赤玉のいつもの配合度を置いて、こうちょっと苗をね、重さで落ち着かせる、そういう感じにしようかなと思いますね。表面はね、こういうふうにね、肥料はもう入れまいでおこう。まあこの観葉植物用のね、土に少しね肥料が確かありますんでね、それをそれでこう補うというかね、いきたいと思います。こんな感じやな。まあウォータースペースを作ると言いつつ、まあちょっと結構ギリギリですけど、多分これ沈んできますんでね、まあこれぐらいで、よかろうかと思いますけどね、これはね。はい、片っぽはこれ、いい感じの高さが出たんで、さあこっちやけど、うまくいくかな、うまくいくでしょうかね。はい、続いてねこっち行きましょうね。こっちも、これはね、観葉植物用の土を入れていきましょう。こっちはね、こっちはこうあれですね、カット苗をこう刺す形になりますからね。よし、してちょっと刺しやすいように、これまたほかほかやもんな、ほかほか。これ先入れとこうか、ウルトラをね、こっちも先入れてなかったんで。そして、刺しやすいようにこちらには今度土を変えて、これいきましょうかね、カヌマをね、こっちの方が刺しやすいからね、こうしましょう。はい、そしてこれに、さあどういくかな。あ、ちょっと一回濡らそうかね、ちょっと一回濡らしてみましょうね。にちょっとこう角度をつけて、まあ、ちょっと一回ラフに刺してみてね、あ、結構刺さるな。結構刺さるな。思ったより入りますね、これ。思ったよりね。で、奥にちょっとこういう風にあれですね、ベニチゴを刺していきますかね。ベニチゴをね、あ、数が足りんやったかな、数がな、意外と入るな、意外と入りますね。もうちょっと切ってこないとダメかもしれませんね。これね、こんな感じ。あ、もうちょっと切ってくるか。ね、ちょっともう少し。え、ちょっと待って。ちょっと一回切ってきましょうかね。はい、一旦止めます。はい、もう一個ね、オレンジドリームを切ってきてね。これをちょっとこう刺そうかな、これね。それとですね、まあさっきこう取った、
乙女心もね、ちょっとこれ中途半端にこうあるので、こちらもちょっとここに入れていきたいと思います。これは多分というか、どっちしてこういう風にね、茎が伸びていくタイプ、まあ、ジョイズドロップにしてもね、オレンジドリームにしてもまあそういうタイプではあるんですけどね、後々こう茎が伸びていってこう高さが出ますけどね、このベニチゴもそうですけどね、そういう形になるので高さは出てくるでしょうけど、まあこの時点ではね、こういうふうにちょっと低いやつを高低差を出してね、あれするためにこうやって置いてます。でここにあれをね、パリダムをちょっと押し込みますかね植えるというより押し込みやな。はい、こういう感じでちょっとね、スペースにセダムをね、ちょっと入れていきましょう。こんな感じでね、ちょっと押さえ込みていいんやけどな、はい、こういう感じでね、ちょっとセダムをね、少し継ぎ足して、終わりにしたいと思います。はい、あのあとね、いろいろこうセダムとか追加してね、で、あのさっきね、これはあの乙女心をカットしたやつもね、ちょっとここの間にこう下にこう入れて、こうなんて言いますかね、何段かこう高さが出るようにね、こうしてるんですよね。一番高いところ、二番目の高いところ、3、4でこう刺したやつがこう一番低い。でこれが成長してくると高さ違いがこう出てくるからね、面白いかなと思って、仕上げました。して間にね、パリダムとかをこう入れてね、こんな感じなんですけどね。どうですかね、うまくはないけどおかしくはないっていう程度じゃないですかね。はい、こういう風にね、仕上がりました。2つね、穴があったから、まあどうかなと思いながらね、まあ作ってはみたんですけど、まあいつものね、やりながらではあるけど、まあまあかなと、はい、いう感じで終わりましたんでね、これで、ね、しっかり根付かせて、春をね、来るのを待ちたいと思います。はい、ということでね、今日はね、杉尾京さんの鉢を使った寄せ植えのね、様子ということで、動画を撮りました。チャンネル登録とかね、高評価していただけるとありがたいんで、よろしくお願いしたいと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。